我が昭和歌謡はドーナツ版、少年隊もスマップも嵐もキングプリンスもスノーマンもストーンズも、すべてはここから始まったジャニーズ、太陽のあいつ。ジャニーズは1962年に結成され、ジャニーズ事務所から最初にデビューした4人組のグループで、前江博美、E 野お中谷ら、青井照彦からなる。残念ながら前江博美は個人。 さすがのジャニーズファンでも若い世代には知られていないかもしれないが、それでも現在も再演を重ね上演を続けているジャニーズ誕生を描き、その後に続くジャニーズ事務所のアイドルたちのヒットソングで構成する舞台、ABC The ニーズ伝説に映像出演していることで、青井照彦のことは知られているかもしれない。デビュー曲は64年にリリースされた若い涙だった。 この曲は NHK の上質な大人のバラエティ番組として人気があった、夢で会いましょうの記号今月の歌記号から生まれた楽曲で、64年8月の歌として紹介された。作詞は a 六輔、作曲は中村八大、編曲は初鳥勝久が手掛けている。